こんにちは、エグです。今日は任天堂スイッチのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきたいと思います。今日はこのハイラルの王国を、散歩しようかとは思っているんですけれども、ただ散歩するだけではつまらないので、今日はそのガーディアンという敵がいまして、そちらの敵の退治をしていこうかなと思っています。例えば今ここにいるガーディアンという敵がいます。このガーディアンは身動きができない状態のガーディアンです。なんで身動きができないかっていうと、半分壊れかけているんですね。半分壊れかけているので、そこから動けないというガーディアンになります。このガーディアンはすごい初期に出てくるガーディアンなので、そんなに強くはありません。落ち着いて戦っていけば勝てると思います。はいはい、オラオラ。こっちだよ。こんな感じですね。今この着ている武器はもうガーディアン対策のための武器装備なので、結構簡単に戦うことができます。さて、こんな感じでガーディアンを倒しつつ、このハイラルの街を、ハイラルの王国をですね、散歩していきたいと思います。今この場所は中央ハイラルという地域になりまして、ハイラル城がある場所になります。ハイラル城はあそこに見えているお城ですね。基本的にはあそこが最終ステージで最後のボスがいるような場所になります。で、今向こうに見えるのが動けるガーディアンですね。よし、こんな感じでガーディアンを倒しつつこの辺りを散歩していきたいと思います。まだゼルダの伝説をやってからそんなに時間は経ってなくて、多分100時間超えたか超えてないかぐらいだとは思うんですけれども、今はゲームとしてはちょうど半分ぐらいが終わったところじゃないかなというふうに感じてます。どれぐらいの進捗度かっていうと、左側に出ているんですけれども、このマークでだいたい今どれぐらい進んでいるのかっていうのが分かりますね。もう少し城の方に近づいてみましょう。実は僕まだ城の周りって行ったことがないので、今回初めて城の周りを散歩しようかと思っているんですけれども、ちょっとどんなものがあるか見ながら進めていきたいと思います。意外とこうやってみると、あそこにもいるな。今度はこれを使ってみよう。今切り替えたビタロックというものはアイテムなんですけれども、なかなか使えるアイテムです。最初は弱いんですけれども、パワーアップさせると特殊な機能が追加されて、例えばこういう敵を止めるっていうことができます。こういうことを繰り返していけば強いガーディアンも簡単に倒せますね。やったー。こういう感じでこの古代シリーズのパーツをちょっと今日は集めていきたいなと考えてます。この古代シリーズのパーツを集めることによって、この対ガーディアン装備、これを揃えることができます。ガーディアンは本当に初期にこのゲームをやったばっかりの時は超強い敵なので、なかなか緊張するんですけれども、一発当たったら結構即死ですね。敵の攻撃が一回当たるとほぼやられてしまうので、まだこれぐらいの、今ライフどれぐらいあるのかな、2、4、6、8、
13くらい、まあ、初期値がハート3つなので10個ぐらいハートが増えている状態なんですけれども、まあ、それで考えるとまだまだ祠の数的にはクリアはしていないので、なかなかこのゲーム奥が深いというかやり込み要素がありますよね。じゃああれも倒していこう。なんか右にいるような気がするけどな。何がいるんだ。あれは敵ですね。前にいるとは何か。なんか強そう。強いじゃん。あ、ミスった。あ、やめた。危ないよ。あー、なんで当たんねんだ。あぶねー。はい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 。 あ、やべ。落ち着いていきましょう。意外とあいつがうざいな。ああ、2発。いやー、危ねー。もったいないことした。どこ売ってんねん。見えてないんだ。ほらこっちだよ。あー、向こうにもいんのか。うぜえな。いや、つえお前強いんじゃ。どこだどこだ。もう一個。あ、乗りやがった。ガーディアンよりも強いじゃないですか。はいはい。一人かわいそうに。お馬さん、あ、一人逃げてった。いやー、これをやってると再現ないな。じゃあねー。んー、もう少しお城に近づきたかったんですけど、結構時間かかるな。あ、イエーイ、マックスラディッシュ。これすごい使える
素材ですね。これ1個でも料理に使えばハートを限界に、一応ハートを全回復するっていうのと、プラスアルファでハートの数増やしてくれるんで、すごくいい素材アイテムですね。ああ、ここまで来たの初めてだ。これ生きてんのかな。あ、向こうにいるか。じゃあ、あれを倒したら今日は終わりますかね、とか言って油断してやられちゃったりして。あとい、あ、近い近すぎ、近すぎ。わろた、うわ、痛み分けだ。よいしょ。よいしょよいしょ。このアイテムの中でこの古代のコアっていうのがあるんですけれども、これともう少し大きいコアがあるんで、その2つが集めると結構役に立ちます。ああ、そんなこと言ってたら敵に、じゃあ行きますか。はい、行くよ。あ、変なんだ。うわ、死ぬ。あぶねー。まず一人。よしよし。あ、まだあった。あいつ動けねえのか。なんだよ、驚かせよ。いやー、驚いた。おお、ここまで近づいた。なんかすごい音してる。あれが、あれがハイラル城ですね。あそこにラスボスがいるらしいです。ちょっとまだまだ僕は油断するとあんな感じでやられてしまうことがあるので、もう少し慣れないとな、操作方法とか。ということで、こんな感じで今ゼルダの伝説をまだまだ楽しんでやってます。今どれぐらいやったのかな、多分コログの実っていう、集めるアイテムがあるんですけれども、それは160ぐらいですかね。まだまだコログの実あると思うんで、それも探しながらこのハイラル王国を楽しんでいきたいと思います。今日の動画はゼルダの伝説でガーディアンを戦っていったっていう動画になりましたけれども、いかがだったでしょうか。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、いかでした。ではでは。
パーン。